はい、どうも、トラさんです。今回はですね、こないだ黒部峡谷鉄道行ったんすよ。乗ってないけど、まあ、宇奈月駅でですね、まあ、電車が、まあ、機関車ですけど、あっちこっち行ってたので、まあ、その動画を見ながら、ちょっと、いろいろと喋っていこうかなと思います。で、とりあえず今回ですね、2本立て、2本の動画を1本にしているんですけども。でね、まずね、黒部峡谷鉄道のこのトロッコ電車なんですけども、まあ、トロッコっていう通り、全部客車列車なんですよね。を電気機関車が引っ張ってる形になります。で、まあ、客車なんでね、まあ、やっぱね、国鉄時代、まあ、昔はね、あちこちで見られたんですけど、まあ、今時、客車っていうのもね、珍しいですよね。多分全部の列車が客車って、こことあと、大井川鉄道の井川線ぐらいじゃないかな。そう、もうね、客車列車珍しいですよね。まあ、あとね、各地の SL とかのイベント列車とかは、たまにありますけども。基本的にまあ全部客車列車なんで。で、まあ客車だと、まあどうしてもね、今日は人いっぱい乗るけど、明日は人いっぱい乗らないって時は、まあ、車両数変えたりしてつなぎ替えが必要じゃないですか。で、まあね、電車の編成になってるとばらせないですけども、客車だと自由にばらせるんで、だからそのばらしたりね、明日用の編成作ったりっていうのを、まあ電気機関車で押して、つなぎ替えて新しい編成を作って置いておくっていう作業がどうしてもまあ必要になるんですよね。で、まあ今回そのつなぎ替える作業をまあ見ていきましょうっていう動画なんですけども、まあ今これ欅平から到着した列車、宇奈月駅に到着した列車ですね。まあ前今まで引っ張ってた機関車が車庫に帰って、これね、右奥がね、電気機関車の車庫なんですよ。で、左側が客車の車庫と、まあ、客車置いとく場所と、まあ、右側の方、奥の方にも客車置いとけるみたいなんですけども。で、1台、もともとこの、宇奈月駅に置いてある電気機関車が入れ替え用でいて、で、今、それが一番欅平型に、くっついて押し始めたとこですね、これ。で、押していって、まあ、車庫に片していくという形ですね。まあ、車庫に入れるときも、一番、まあ、うなずき方、まあ、富山型ですね、に、電気機関車がいてしまうと、まあ、明日の朝とか引っ張り出すのも大変になっちゃうんで、必ず欅平型から、車庫に客車をしていく形になってますね。で、これは確かね、つなぎ替えとかをしないで、そのまんまもう車庫にボンと押し込んで終わりなんですよ。っていう、まあ普通の入れ替えですね。まあなんで、まあこれ見てるだけだからあれなんですけど、まあ、黒部峡谷鉄道ね、いい。すごい楽しい、乗ってると。まあこれから紅葉のシーズンになっていくと思うんですけどね、本当にいい、もう大好き。こないだ1回乗って、まあでこれ見に行った、2回目見に行ったんですけど、ね、もうね、本当にいい。ここね、線路の幅がね762ミリでね、四日市のアスナロー鉄道とか、あと三義鉄道の北西線かなとかと一緒でね、普通の線路よりもね、線路幅が狭いんですよ。ちなみにね、なんでね、762ミリって、なんか750ミリとかの、なんか霧のいい数字にしろよって思うんですけど、まあ、ヤードポンド法でね、
2フィート6インチが762ミリなんだって。で、あの普通の電車が1067ミリじゃないですか。これ3フィート6インチで、まあこれもあのやっぱヤードポンド法だとキリがいいんだけど、あのメートル法だとまああんまキリよくないんですけどね。新幹線の1435ミリっていうのもね、あの4フィート8.5インチっていうあの規格で、それでもあのインチ法でもそんなにそんなにいい、なんかキリがいいとは思えないっちゃ思えないんですけど、まあでもあのイギリス人が考えたことなんでね、文句は言ってらんないんですけど、なんだって。そうだから日本にしては珍しい、あの狭い線路だし客車列車だしっていうねとこなんですよ。でね、もうね、あの本当にね、黒部峡谷、黒部川、なんかあの日本一深いらしいんですけど、 V 字谷が、まあそんぐらいねすごいところをね、山あいをね、もうトコ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 走っていくんですよ、この電気機関車が引っ張って。もうね、いいでしょ、良さが伝わんないかもしんないけど、だいたいね1時間ちょっと、1時間15分とか1時間20分ぐらいで、あの終点の欅平まで宇奈月から行くんですけど、途中でね、まあお客さんが降りれる駅は途中真ん中2駅しかないんですよ。なんですけど、まあもともと工事用の路線なんで、お客さんが降りれない駅っていうのが全部で6駅かなあるんですよ。でね、黒部峡谷鉄道は宇奈月駅で乗り換えて、一番最初の柳橋っていう人は降りれない駅なんですけど、ここがね、なんかトーマスっぽい、なんかこう発電所があって、まあ駅からその発電所に行く線路が一本だけ伸びてるんですけど、まあその発電所がなんかすごいね、なんだろう、お城みたいな感じでね、すっごい超いい。さてさて、まあそんなこと言ってたらね、1本目終わったんですけど、2本目がね、まあこの電気機関車1両の子が、この入れ替えをするために欅平駅にずっといる機関車なんですよ。もうね、1日中ここにいるんだって。まあ機関車のね、種類というか形というか、まあ何種類かあるんですけど、まあそれはね、日によって違うみたいなんですけど、ただもう機関車が一日中いるっていうと、もうこれがずっと一日中いるっていう運用なんですって。でね、機関車一個でね、なんかお客さんとか、まあ荷物乗った状態で、まあ客車で言うと7両ぐらい引っ張れるらしいです。まあお客さん乗ってなければね、そんなに量、もっと長い量数持ってるみたいなんですけど、まあここもね平らだし、はい。というわけで、まあ、駅舎、列車が到着で入ってきました。この機関車はね、EDV っていう形式でね、なんとインバータ積んでるらしいんですよね。でね、たまたまね、行ったらね、車庫の公開をやっててね、車庫を見に行ったんですけどね、車庫の中にね、写真が飾ってあってね、この機関車新しいんですけど、九州新幹線の N700 の水色のみずほとかのやつと一緒に川崎重工の中で並んでる写真が飾ってあって、そのぐらいには新しい車両でね、新幹線とね並んでるとね、新幹線ってまあ日本の国内で一番でかい車体じゃないですか。でまあこれ、まあ日本の国内で一番小さい車体と言っても過言ではないじゃないですか。もうね、体格差がすごい。面白い写真がね、飾ってあったんですよ。で、まあ、到着した列車のね、まあ、機関車を切り離して、
この列車はね、工事列車でね、一般のお客さんが乗れない列車でね、到着をしてます。で、貨客混合で、まあ客っつっても工事の係員さんとかですけど。っていうのは、まあちょっと多分これから入れ替えをしていく上で見ていけばわかると思うんですけど。まあまずその先頭の機関車が逃げ切って、まあ車庫に入っていくというとこで、まあこの後はですね、突砲しながら入れ替えをしていきます。突砲っていう作業も昔はいろんな、まあ特に貨物ですけども、貨物駅で見られたんですけども、今多分千葉貨物駅でタンク貨車が突砲してるぐらいじゃないかな。ちょっと貨物も詳しくないからあんま分かんないんですけど、客車もね、調べたんですよ。突砲していいんだって、お客さん乗ってなきゃ。まあやってるからいいんだろうけど、お客さん乗った状態じゃね、突破しちゃいけないんだって。まあそりゃそうだよね、怖いよね。で、なんか機関車でいいぐらいの速度になるまで押して、で機関車は止まると、貨車はまあブレーキもかかってないし、連結器が切ってあるから、そのまんまのスピードでガーって進んでいくっていう。で、貨車だけガーって、貨車なり客車だけガーっていくっていう、入れ替えの仕方ですね。はい、動き始めました。これ今機関車で押している状態ですね。欅平型から富山型に。で、ここで機関車側のブレーキをかけて、機関車につながってる編成は止まったけど、この客車がだけはガーって流れてくっていう状況です。で、その次の入れ替えのために今これ連結器切ってる状態ですね。でね、しかもね、この後ね、見てほしいんだけどね、今緑色の貨車7車で、貨車じゃない、客車か。緑色の客車がこれ7車で流れてったんですけど。で、今これ機関車で連結して引き上げたら、次の、入れ替えをしていくんですけど。これね、突破した先でね、なんとね、連結してるんですよ、先に言っちゃうと。で、今、突破したやつと、その後ろの客車が連結したやつに対して、さっきの到着の着機ですね、EDV が連結をして、で、今、引き上がり始めましたと。ほら、これ、緑色のさ、客車のさ、後ろにさ、赤い客車ついてんじゃん。でも今この連結作業ってさ、機関車で押してないじゃん。それとさ、まあこの流れてった速度でぶつかると、まあやっぱ事故に、速すぎてさ、危ないからさ、やっぱ減速しなきゃいけないんだけどさ。それはこの客車についてるブレーキ、手でこうハンドルを回すとブレーキがかかるんだけどさ、その強さをさ、うまく調整しないと、手前で止まっちゃってもダメなわけですよ。でもうまく連結しないとダメだから、この職人というか、まあ連結の作業する人の腕ですよ。で、はい、次の入れ替え。今ホームに一人人がいるの分かりましたかね。の人が入れ替えの合図をしてる人ですね。で、これもガーって流れてって、2両ですね。で、今これホームで客車を、貨車か、貨車、客車を押さえてるのは、まあ連結器切って、で、まあどっちかというと、まあうなずき、富山型に下ってるんで、
流れてっちゃうんですよ。で、まあ、ポイント確認して、今これ突破の合図出して、で、まあ、指揮者の方に来いという合図出して、機関車がこっちに移動して、だーって今押したところで、いい感じのところで、こう、赤い旗を出して機関車は止まれと。で、するとそのスピードで、真っ赤車流れ。いくっていうのが、これがトッポの一連の作業ですね。で、まあ合図出しながらポイントを変えつつ、連結の作業をしつつ、これはトッポか、ちょっと奥行っちゃってるんでわかんないんですけどはい、奥の方で作業をしながら、多分これは連結ですね。普通に機関車で押しながら連結ですね。ちなみにこれ手前側に見えてる線路は富山地方鉄道の宇奈月温泉駅で、で、ホームの一番端っこのところ、この左側に見えるなんか屋根みたいなところが足湯になっているんですよ。足湯に浸かりながらさ、入れ替え作業が見れるってもう最高じゃない？あ、最高じゃない、そっか。残念。そうそう、なんかね、お、EDV が気回りしてきた。で、多分 EDV は客車を多分そこに置いたまんま多分車庫に入るんじゃないかな。黒部峡谷鉄道、昔々の切符にはなんか生命の保証はしませんよって書いてあったらしいですね。まあやっぱ工事用のね、あれとして作ってあって。まあでも登山したりする人たちがどうしても乗せてくれって言うから、まあそう書いたんですけど、まあ今はね、立派でもないですけど、立派じゃないって言ったら怒られちゃうけど、すっごいいい雰囲気の中を通る観光鉄道になってるんで、まあ切符にそんなことは書いてないんですけど。タイムリーな話題としてはあれですよね。なんか黒部峡谷鉄道って今欅平までしか行ってなくて、でもその先に登ってってエレベーターがあって、エレベーターに客車を押し込んでガッて上に何メーターか登ったとこから上部軌道っていうのがあって、で高熱隧道って小説になったトンネルを通って橋を渡って黒部第四発電所黒四まで行けるんすよ。行くルートはもうすでにあるんすよ。ただそこは非公開になってて、関西電力の見学会に当たると見学ができるんですけど、でまあその先はバスでね行くんだけど、まあそこのルートを公開しましょうっていうのがね、何日か前かの新聞になってたんでね、そっちもいいんだけど、もうね、ほんとね、黒部峡谷鉄道いいっすよ。もうね、一回行ってみてください。これから紅葉だしね。でも予約制だから気をつけてね。というわけで、バイバーイ。